せっかくのゴールデンウィーク、ディズニー行きたかったよ。急にどうしたんだ、霊夢。たまにはさ、ディズニーランドとか行きたいじゃん。リア充とか、さぞかしプーさんのハニーハントとか楽しんでるんだろうな。それならプーさんの野球ゲームでもやるか。ということで、復活したプーさんのホームランダービーをやるぞ。すごい子供向きのゲームな感じがするね。まあ、実際の難易度はプレイしてみてのお楽しみだな。ちなみに、当然ながらこれは初見プレイだ。まずは第一ステージのヨーヨーから挑戦していくぞ。いいような。ディズニーファンに怒られるぞ。てかイーヨーが投資とかできるのか？一体何なんだよ、あのフォームは。どうやら足で投げても問題ないらしいな。あちゃ、空振りか。あれ？全然当たらないんだが。これがプーさんのホームランダービークオリティ。これまでどれだけの子供を泣かせてきたことか。ディズニーのゲームで現実を教えられるとは。それにしても下手すぎないか？はじめは誰もが下手なんだ、許してくれ。結局、バットに一球もかすらずに終了。ご視聴ありがとうございました。おい、勝手に終わらせるな。なんだ、まだやるのか。ステージクリアするまでちゃんとやるぞ。クリアどころかホームランすら怪しい勢いだが。さてはこのバット、イカサマしてるんじゃないだろうな。お使いのバットは極めて正常です。このプーさん、空振りしかしてないのに笑ってんぞ。笑ってないで少しくらい自信を顧みたらどうだ。プーさんに反省を促さないでください。わかった、バッターボックスの後ろに立てば当たる。実際のバッターの立ち位置ではあるが、空振り。だからって暴挙で前に出ないでください。オラオラ、お前のヘナチョコボールなんか前で打てるぜ。後ろで立っても打てない奴がなんかほざいてますが。とりあえず動画続けるなら進展ないのやめてください。大丈夫だ、3度目の正直の発動率は 100% だ。どこに成功する根拠持ち合わせてるんですか。これまでの戦いを経て、しっかりと軌道は見極めた。電球ちゃんと空振りしててくさ。お、当たった、当たった、当たったぞ。お前は野球初心者か。反応が初めてバッターやってみましたの人なんよ。ただ、なんとなくコツがつかめた気がする。とか言うと空振りするんだよな。コツとしては、マウスのクリックを気持ち長押しするといい。ほら、こんな感じで特大ファールが打てた。まあ、ただファールは空振りと同じ価値になってしまう。結果、ホームランは打てなかったがバットに当たった。その点では前よりは進展がある形になったな。常に成長し続けるのが私だ。イーヨーが指名手配犯に見えてきた。ディズニーの訴えで動画消されるぞ。大丈夫、表現の自由で対抗できる。てかちゃんとキャッチャーいたんだ。どうでもいいところにこだわりを感じる。細かいとこにもこだわるのが天下のディズニー様ですからね。そもそもこのゲーム作ったのってディズニーなのか？多分違うと思う。それにしても、当たるのは酔いが三塁側に飛びすぎる。でタイミング調整しようとすると空振りするという悪循環。TMG がエッグオンザライスに見えた人は空腹の証拠だな。お、これは入ったんじゃないか？ただのヒットでした。ぐぬぬ。割と球場が広いんだな。多分、両翼96メートルぐらいは普通にあると思う。両翼96メートルのグラウンドでプーさんが野球やるってどんな光景だよ。まあ、見た目的に河川敷っぽいからセーフ。それでいつになったらホームラン出るんですか。喜べ、前よりバットに当たるようになったぞ。ホームラン出てないから満足に喜べないんだが。相変わらず三塁側のファールは得意だな。玉拾いを困難にさせる畜生プーさん。川渡らなくちゃいけないからな。これはいい当たりだが惜しくもファールか。飛距離的にも微妙に足りないかもしれないな。これはさすがに言ったでしょう。130メートルの特大弾がついに飛び出した。あと2本で目標達成だが果たして。どうしても三塁側に打球が飛んでしまうな。何回も見た光景。このゲームに刺激を求めるな。所詮、プーさんの草野球なんだからこんなもんよ。まあ、草野球だとしたらその割に相当飛ばしてるけどな。プーさんの世界だと130メートル弾が当たり前なのだろうか。最後にホームランを放ち、有終の美を飾った。
だが、結局クリアできないので意味はなかった。しかし、ホームランを打つとポイントが入るらしい。そのポイントを貯めるとステータス強化ができるらしい。以後、適宜ステータス強化を行っていくよ。さて、何回目の挑戦なのか忘れたが、そろそろファーストステージくらいクリアしようぜ。もちろん、一回もクリアできずに終わるわけにいかない。なあ、今空振りしたプーよ。お前、本気出さなきゃどうなるかわかってんだろうな。プーさんを脅迫しないで自力で頑張りなさいよ。さあ、連続でミスして早くも危機か。早くも半分のチャンスを消費してしまう。プーさんはレジギガスか、早く本気出せ。前よりも下手になってるんだが、なんででしょうか。こっちが聞きたいわ。なんと、ホームラン1本も打てずに終了。まあ、上げて落とすことも重要だからな。落とす意味がどこにあるんだよ。最後2本だけホームラン打っても意味ないんだよな。補修だけ頑張りましたみたいな感じ。この後もホームランとかが全然出ねえ。やっぱりこのゲーム調整いろいろとおかしいだろ。ああ、よくあるゲームできない人の言い訳ね。確かにアクション系は苦手だが、これは癖が強い。さあ、2連続ホームランを記録してリーチをかけた。よし、これは入った。やっと終わったぞ。なんとかステージクリアできたな。まさか7分もかかるとはな。倍速してるからそれ以上かかってるぞ。それじゃ、また次回。まさかこれ次回もあるのか。